これを売って他の通貨を買うっていうのはもうみんな頭に刷り込まれてるんですよ。投機がなだれ打って最後入ってくるんです。投機筋が一番舞い上がるところ、やっぱり円キャリーって言って、うん、私はもう手出さない、はい、為替は予測できないっていうふうに言い切ってしまう人たちが多いんですね。じゃあ株は予測できますか、債券金利は予測できますか。為替の分析って応用問題なんです。理屈が分かればそれに沿って行動することはできる、はい、行動予測としては対応できるってことなんですよね。不動産投資を学ぶなら楽町ファーストロジック。楽町チャンネルをご覧の皆様こんにちは、フリーアナウンサー大橋ロコです。今回の楽町トークのテーマは為替を読み解くロジックです。この9月にいよいよアメリカ FRB は利下げに踏み切ると見られています。そんな中、為替市場ドル円相場は160円の大台から140円台へと大きく円高に動きました。さてここから再び円安ドル高に向かうのか円高に向かうのか見方が分かれているところです。今回は35年間にわたり金融業界でご活躍されてきました楽天証券経済研究所グローバルマクロアドバイザー田中大輔さんにスタジオにお越しいただいています。田中さんこんにちは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さて為替市場について今日は伺っていくんですが、直近のこのマーケットイベントといいますと NVIDIA の決算がかなり市場関係者の熱い注目を集めていまして、中にはその決算の内容と株価動向によっては為替市場にも影響があるのではなんて見方があったようですが、田中さんはどのようにご覧になりましたか。まあ、インパクトがないかって言われれば、はい、それはあるかもしれないっていうところは必ずありますよね、はい、ですから NVIDIA の、はい、決算を契機に株全体が急落していくっていうようなことになれば、うん、それはアメリカ経済大丈夫なのとか米金利下がるだろうとかって話になってくる、はいはい、ただしその単体の決算がそれほどのインパクトを持つのかどうかっていうことについても、はい、もうちょっと距離を置いてみると、はい、まあ、そこまでは考えなくてもいいんじゃないのっていうところはありますよね、はい、やっぱり話題になっている材料がある。そうすると株のアナリストであればこれって日本株にどう影響するの、はい、で債券のアナリスト為替のアナリストそれぞれ専門家がいますよね、はい、みんなそれに関連付けた話をしなきゃいけない。なるほど、何かそれが注目イベントだからそれに絡めた説明をしなきゃっていうことですか、うん、で私が思ってたのは、はい、NVIDIA の決算がそんなに悪いはずがない、はい、確かに今まだまだ拡大している最中じゃないですか、はい、それが相場が落ちるって場合どういう展開かっていうと、どっかしらがちょっと足りなかったとか、はい、ちょっと力不足じゃないのとか期待値に届かなかったっていうことですかね。それもそうですよね、はい、だから今回でも決算があってその後 NVIDIA の株落ちました、はい、なんでっていう時に、はい、最も強気な予想に売上見通しが到達しなかったから、はい、そんなの何だって言えるじゃないですか。後付けですよね。でもね、だからあの時に株見てましたけどね、はいはい、発表されて時間外でこう動いてて上を試そうとする力もある、うん、だけど全体的にもうみんな今決算ギャンブルで、はい、決算に合わせてオプションから何からものすごい取引集まってるんですよ。個別株オプションも、はい、ただそのここに至るまでの間に何連騰っていうのがあって高値圏にあって、はい、で上下どっちかに触れるっていう時に上抜けてすぐさま行けるだけの内容がなければもたもたしてる、はいはい、そしたら利益確定売りが出てきて下がる方のがリスクが高まる、まあ、だからリスクバランス考えるとちょっと下の方が広いのかなって見るのが普通だと思うんですよね、はい、ですから私も迷ったんですけれども、はい、発表前の寄り付きの時間帯で、はい、大方利確しました。あ、そうなんですね、発表前に全てもう手締まってあとは高みの見物だったと。全てじゃないですひょっとしたら上がるかもしれないというところがありますのでね、はい、それはちゃんと残しつつも、はい、ある程度これはリスク量が大きくなっているということからすると、うん、はい、まあこれ中身がどうこうじゃないんですよ。中身がどうこうじゃなくてポジション持っている人たちがこの神経質な状況の中で、はい、決算の発表で揺さぶられた時に、はい、上にボーンと突き抜けるほどの数字が出るのか、はい、うーん、よかったけど
どっちなんだろうぐらいだと、はい、多分突き抜けることがない、上がらなかったことに対する失望で下がるっていうことのリスクの方が高いんじゃないのかなっていう。要するに手締まいが入るということですね。そう、みんながどう感じてるかっていう行動学的な話の方なんですよね、はい、だからそちらの方に対して、相場の思惑を張るっていうのがこの場面決算ギャンブルの特徴なので、はい、今回の決算での相場の一時反応、はい、これを意味を拡大解釈する必要もないっていうのが私の認識です。はい、ドル円相場今年ものすごく大きく動いているわけですが、ここからドル円相場を読み解くにはいろんなことを言う方がいらっしゃいます。例えばNVIDIAの決算も一つですが、何を見てどのように考えていけばいいのか、今日は田中さんにじっくりと教えていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、お願いします。それでは大きく動いたドル円相場、直近では何がきっかけになったのか、そのイベントを紐解いていきたいと思うんですが、ドル円相場160円の大台まで行った時には円キャリートレードだというような話もありましたが、一方で為替の需給の構造が変わったから、これはもう日本売りだからこのトレンドは変わらないという意見もありました。さまざまな意見がありながら、結果的には140円台まで20円も円高になったわけですが、この直接の20円の円高は上田ショックで日銀がなんかきっかけを作ったのではないかというような、まあ、そういう指摘もあるんですが、どうご覧になりますか。根本原因ときっかけ要因というのはこれやっぱり分けなきゃいけない話なんですね、はい、で私がここ何年もドル円相場を見るにあたって、ここを注目してください、これだけが指針なんですって言ってきたのは、はい、アメリカの金利なんです。アメリカの金利、はい、本来は為替って内外格差で動くので、はい、ユーロにしろ、うん、豪ドルにしろ、はい、基本的にはアメリカとその国、その通貨を出している国の金利差で説明するというのが一般的なんですね、はい、ところが日本の場合には日本の金利がほとんど底張ったままで動かない、うん、だから金利差を見る必要もなくて、アメリカの金利だけで OK なんです、非常にシンプルなんですと、はい、1% 未満ですからね、日本の金利ね、はい、はい、それでちょっと図を用意していただいたと思うんですけれども、はい、アメリカの10年金利、5年金利、2年金利、フェデラルファンド金利と赤い線でドル円を並べていると。 FF 金利っていうのがアメリカの政策金利ですね、はい、はい、でこれ見ていただくと、なんかほとんど金利と連動してるなっていうのはお分かりいただけると思う。そうですね、ほとんど一緒に動いてますね、はい、でこれ細かいところ見ていくとですね、場面場面で見るべき金利っていうのもちょっと違ってくるんです。2020年っていうのは、はい、コロナでアメリカが超金融緩和した、はい、まあ、当然のことながらこれに沿ってドル安円高になってということで、100円にこう肉薄していくわけです。ドル金利が下がったからドルが売られて円高になった、うん、はい、はい、で過去においてはですね、これずっと引っ張っていって、アメリカの政策金利が上がり始めてからドル円が急激に動き出すっていうのが多かったんですね、はい、これは円高試合がベースにあって、円高怖い円高怖い円高怖いって言ってるうちに、はい、なかなか金利に反応しきれないっていうところがあったんですけれども、近年ですね、円キャリートレードっていうのがものすごくみんなの間で認識されてて、はい、アメリカの金利が上がる、世界の金利が上がる、はい、その時にもうほぼ金利が上がらない日本、はい、円、はい、これを売って、はい、そして他の通貨を買うっていうのは、はい、もうみんな頭にすり込まれてるんですよ。ですからこの図で言うと、2021年に長期金利が上がり始めた時にドル円がふっと上がるんですよね、はい、でもこの時に短期金利、うん、まだまだ底張ってて動いてないですよね。あ、この水色の、はい、ラインですね、これが水色が2年、うん、点線が政策金利ですけれども、はい、これは動いてない、はい、ということはスワップポイントはほとんど取れないわけです、はい、でその中でなんで上がったかって言ったら、米金利が上がるんだったらドル高になるんじゃないっていうことで動き出す。だからそこは思惑的な金利が高い通貨を買うっていう動きなんですけれども、コロナの時には簡単には政策金利上がりそうもない、でもものすごく低くをしてるし、これどうしたんだろう、どこでどれが変わるんだろうって言った時に、長期金利にまず反応したっていう形で動き出すんですね。で途中からでも長期金利、これ向こう10年ですよね、で、はい、別に長期金利に沿って動いてるからといって、長期金利に絡むお金の流れがものすごく大きくて、うん、為替を動かしてるんじゃないんです、はい、長期金利を見て売買する人たちがどんどん参入してくるから、その通り動いてる自己実現の世界なんですよ、はい、
10年もの金利だけで引っ張っていくにはまだ時期尚早なので、はい、5年もの金利の方がだんだん説明力が高くなっていく。10年先の景気なんてわからないのに先に上がり出すんですね。やっぱりその金利が敏感に動いてるものをシグナルにするっていう、それだけのことです、はい、それでだん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 これで上がっていく、はい、で途中からですね2年もの金利なんかの説明力が高くなるって言われるようになるんですけど、はい、これはちょうど1年後の景気 FRB 政策どうなってるっていうことを織り込むシグナルだからっていうところがあって、はい、歴史的には2年もの金利で説明している場面の方が多いんですね。向こう2年間のその政策金利がどうなっていくっていうことの平均になるので、はい、そうすると大体みんながですね経済分析して予想できる期間内ということです。はい、ですからそれに沿って動きやすいというところが歴史的には確認されてきた、はい、でこの図を見ていただいたときに2022年の終わりにちょっとこの中長期金利が伸び悩んで落ちてきているところで、うん、赤い線、はい、ドル円が金利以上にドスンと落ちている場面があります。ありますね。はい、もうさすがにアメリカの金利ピークだろう、下がっていくだろうということで中長期金利が降りてきたんですけれども、うん、ドル円がこんなに落ちたのは、はい、円キャリートレードのポジションがパンパンに溜まってて、はい、それが雪崩現象を起こしたからです。雪崩現象っていうのは行動学的な原理で、はい、ファンダメンタルズじゃないんです。ファンダメンタルズで金利がこうなってる、景気がこうなってる、だから為替相場ってここがバランスいいよねじゃなくて、持ってたものをこれ相場下がるのっていう時に売る、はい、売ると下がる、はい、そうすると最初は利益確定売りで慌てて売ろうとしたんだけれども、避け方が早いうちに損切りラッシュになってしまう。まあ、慌ててみんな出口に向かっていくっていうことですね、うん、投機家が、まあ、持ってるポジションですけどねこれ、はい、初めての不動産投資、先輩大家さんに相談したい。不動産投資の悩みを気軽に相談するなら楽町相談室、楽町で検索。ですからそうなってくるとこれは売りが売りを呼ぶ展開になってくる、はいはい、で FX マーケットって他のどのマーケットよりも損切りルールが厳しいんです。個人でも業者にその取引持ち込んだ時に、はい、あなたはいくらになったらこれロスカットルールがありますね、発動されますよっていうのはもう決まってますよね、はい、決まってます。ですから意外とこれすごくスルスルっといってしまうんですよ。でこのポジションがぐらついてる時って、はい、為替介入もあった、で為替介入行われた時には、はい、いやこれ数日間のインパクトでそれ以上の効果ないんですって言われてました。そうですね、22年ありました、9月と10月に、うんうん、はい、だけれども私その時言ったのはですね、はい、金利が下がってくる、ファンダメンタルズの方向が変わるっていう時やった介入は後々振り返るとあそこの介入が転換点だったよねってことが起こりうるんですよね。はい、それは何でかって言ったら介入そのものは米金利が上がっていくときには効かない、はい、だけれども米金利が下がってきてるんだったら、うん、追い打ちかけるような売りのきっかけ要因になるんですよ、はい、それによってドル円下がっていった、はい、でこの時は途中で経済指標もあったし、はい、一番効いたのがイールドカーブコントロールの見直しがサプライズで行われて、はい、7円もドル円下にずれたんですね、はい、そうすると日銀政策効くんだって話になったけども、はい、ほとんど YCC の見直しになってゴミみたいな話で本来はインパクトないんですよ。金利で動いているドル円からすれば本来無視していいほどの話だった、はい、だけど7円もなんで動いたのって言ったらポジション持ってる人たちがみんな浮き足立ってたからです、はい、でアメリカの金利が下がっている時だったから、うん、と、はい、いうことなんですね。でここでですね、はい、この金利に沿って私も、はい、アメリカの金利このまま下がっていくから、はい、ドル円はまた120とかそっちに向かうだろうという予想を当時出しました、はい、ところがそれこの後見ていただくとですね、はい、2021年2年ってあんなに金利上げてたのに、はい、アメリカの景気悪くならないじゃないそうです、本当にアメリカの景気はいいですね、と金利もその後下がらなくなった、下がらなくなった、はい、確かに。そうするとねこれ金利下がらないぞって話になってきたら、うん、ドル円も下がらないんですよね、はあ、1年ぐらい経った時に、はい、よく言われたんですよ、田中さん円高見通しだったじゃないと外して信頼性もうなくなってるとかという人が出てくるんですけど、はい、私そうなのって思うんですよね。というのは金利に沿って動いてる、はい、非常に分かりやすいマーケットで、はい、雪崩で下振れてますよね、はい、その後アメリカの景気は悪くならないし、うん、金利下がらないって言ったらその時点でポジション切り替えますよね、はい、ですから半年後1年後の予想どうですかっていうのはこれメディアなんかでよく聞かれるんです、はい、だけどそれ予想ってたわいもない話で、うん、要はアメリカの金利がいくらになってますっていう話をしているのとほぼ同義なんです、はい、
その金利が下がらないって話になったら、その時点でいや円高それほどいかないです、はい、金利が上がるって言われたら、はい、いやまた円安ですって、それだけの話なので、はい、今年5月ぐらいからその金利の上昇、あ、金利、アメリカの金利は下がっているのにドル円がちょっと上昇し続けた期間がありましたね、はい、でこの時に日本側からいっぱい出てきた、ニュースというか材料というのは、日本はもうデジタル収支の赤字があるからとか、まあ、新NISAが始まって日本人のドル買い需要がものすごく大きくなったから、構造的にもう円安ドル高はもう止まらないんだみたいな、まあ、そんなような話もいっぱい出てきたんですが、この点については田中さんどのようにご覧になるんでしょうか。過去の引き締めサイクルの終盤も同じように、はい、なんか一見説明できるようで、はい、実は、はい、ほとんど相場のシグナルとしては役立たないっていう話ばっかりになってしまうっていう傾向があるんですね、はい、でこの2024年に入ってからの展開なんですけれどもね、はい、年初、はい、市場は24年中に FRB は6回利下げするって織り込んでた。そうでした、ね、もうすごいたくさん利下げをする予想からスタートしたんですね。で FRB 自身もその前のドットチャートで、はい、3回利下げがあるって言ってた、はい、で当然のことながらその金利の低下見通しに基づいてみればドル円下がるって話になるんですよ、はい、ところが1月2月3月って経つに従って経済指標そこまで悪くないじゃない、アメリカの景気思ったより強いんですね。で4月になったら、はい、いや年内利下げないし利上げすらあり得るって、はい、でそうなってくるとドル円はやっぱりその金利に沿って上がろうとする、はい、ところがだん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 その後ですけれども、政策金利は高止まってるんだけれども、はい、中長期金利は5月6月7月と経済指標が悪化してきたのでそれに沿って下がっていくと、うん、はい、でこういう場面最後に起こりうる展開として最後に必ず言われるのは、中長期金利ではドル円も説明できなくなってしまった、はい、そうするとさっきのように、はい、構造的に円安だとか、はい、需給はもう円安変わらないとか、もういろんなことを言ってですね、もう日本は終わりだみたいなね、はい、だけれどもこれもですね過去のパターンとしてよくあったのは、はい、長期金利が下がってきても今短期金利はアメリカピークだ、はい、でスワップポイント短期金利で計算しますよね、はい、こんなに日米で短期金利差開いて、はい、こんなにおいしいスワップポイントがあるんだから、はい、って言って投機がなだれを打って最後入ってくるんです。投機筋が円キャリーがどんどん積み上がっていたということですね。そうです。で割と多くあるのは、はい、この金融引き締めの終盤って、はい、それまでの金融緩和でジャブジャブにお金があるときは、うん、投機筋いろんなとこ仕掛けても、はい、わっしょいわっしょいみんな持ち上げられるんですよ、はい、ところが引き締まってきて徐々にそういうふうなお金の集まり方をしなくなってくる、はい、と限られたところのマーケットにここが狙い目って入ってくるけども、円キャリーっていうのはその代表格の一つなんです、はい、ドル円っていうのはその最後中長期金利下がってるのに上がっていった、はい、で世の中ではもうこの円安止まらない、はい、構造的に、はい、需給的にってこういう話になる。だけれども私の目から見ると、はい、最後に投機筋が一番舞い上がるところなんですよ、はい、だから一番舞い上がるというのはこっちはバブル的になっちゃうところなんですね。そうですね、集中してしまうから、だんだん耐えきれなくなると、はい、これが雪崩現象を起こしてまた落ちるっていうことになりかねないっていうところに来るんで、はい、普通であれば私はもう手出さない、はい、中長期金利も下がってきてて、はい、ドル円頑張ってたけどここで買ってパンパンになってる人が為替介入も含めてやられた人もいる、はい、だんだん浮き足立ってきてる、はい、でこうなってくると浮き足立ってくるといろんなことが気になるんですよね、はい、数ヶ月前にトランプが円安を牽制した時にはみんな無視してた。確かに、はい、なんでかって言ったらアメリカの金利が高くてドル円が強かったからです。だけどこの時にはものすごく気にした、はい、なんで7月8月になると気になるのって言ったら、もうポジション持ってる人が浮き足立ってて、はい、背景では米金利が下がってきてるから。じゃああとはどこで逃げるかっていうような環境になっているところに、日銀が利上げをしてちょっと高派のスタンスを見せてしまったからみんな慌てたっていうことですか。そうだから日銀政策もね、はい、先ほどのアメリカ日本の金利が上がっている時に、はい、途中 YCC の見直しとかどんどん進めたり高派発言しても、はい、ほとんどもうインパクトなくなってた。
あのマイナス金利解除した時だって全然のインパクトなかったですよね。そうむしろそれは、はい、ドル円の買い場だドルの買い場だって言ってる人たちの方が多かったですよね。円安になむしろね、うん、はい、でも7月の時にはそうならなかった、はい、なんでかって言ったらもうアメリカの金利が下がってきてその見通しが強まるに従って、はい、円キャリーやってる人たちが浮き足立って、はい、為替介入だトランプ発言だとかなんか言いながら、はい、ずるずる円高側に来てて、はい、でそこに今度は日銀の利上げもあった、はい、で日銀の利上げがあってほどほど円高にはいきますけど雪崩現象っていうのはまだそこの時点じゃないわけですよ、はい、だけれどもそういうことの一つずつが起こってきたときにあの円高は日銀のせいだとかいろいろ言われますよね、はい、でも根本はアメリカの金利が下がってるドル円はそれには長くは逆らえないっていうことの表れだからあのこの金利に沿ってドル円が動きますよっていうこのシンプルな構図で私はもうこれだけ見てくださいっていうことを延々言ってきたんですけれどもこの期間の中でも最初は中長期金利に連動してた最後金融引き締めがピークに来たら中長期金利下がってくるけれども今度は短期金利政策金利のところでみんなスワップポイント大きいよって言ってそこで攻めてたなんだけれども金利の乖離が大きくなったし短期金利も下がるんじゃないか政策金利も利下げになるんじゃないかって言ったところで徐々にみんなが浮き足立ってきて、はい、今まで気にしなかった要因も気にするようになってきた、うん、ですからその時にその気にするようになった要因がこれが原因で円高になったっていうよりも根本は米金利が下がってきてることなんだ、うん、で場面場面で何に連動するかっていうことの金利は違うんだっていう、はい、そこをきちんと踏まえておけば、はい、余計な雑音も気にならないし、はい、ただこれから先ですね、はい、アメリカの金利についてどういう下がり方をするかによってだからドル円も違うんだって話になってくるんですね。そうですね。で FRB 自身は9月の利下げについてパウエル議長もほぼほぼ認める発言をしてますね。だけれどもその先タイミングとペースはデータ次第という言い方は変えてない、はい、収益物件数ナンバーワン不動産投資を始めるなら楽町アプリ楽町で検索で今回の景気の悩ましさっていうのはだんだん軟化してきて消費サービス業雇用っていう経済の中で大きいところがじわじわっと陰ってきたのでさすがに今回は景気も陰るだろうっていうふうに見てるんですけれどもこの陰ってきた時にでもこのぐらいの雇用の底堅さ今の消費状況等々からすると景気後退には至らないんじゃないのっていう見立てがありますよね。いわゆるリセッションというやつですね、うん、はい、景気後退に至らないぐらいの軟着陸であれば、はい、アメリカの金利低下もほどほど、はい、とドル円の下落もほどほど、あんまりアメリカの金利は下がらない可能性もあるということですかね。そうですね。だけども歴史的にはそれまでずっと大丈夫だ大丈夫だって言った景気がいざ陰ってきて利下げもする段階になったら結構悪化するの早いねっていうねこのパターンって何度もあるんですよ。ですからあのそれで8月の雇用統計の時みたいにいやこれ景気後退もあるんじゃないのって言ったからあのドル円の雪崩もひどかった、うん、失業率がかなりそうインパクトがあったみたいですね。ただ5月6月7月8月と数字いろいろ悪いのが続いたんですけれども、はい、これはちょっと下振れすぎてんじゃないのっていう見方もあるんですよ。ですからその後出てきた消費データサービス業のデータいろんなのを見てるとそこまで一気に悪くなってる話じゃないよねって、うん、そうすると向こう 3,6 ヶ月見た時に、はい、経済指標陰ると思ったけど、はい、ちょっと揺り返しが来てんじゃないって言ったらそれだけで利下げ見通しが後退しますよね、うん、はい、そうするとそれに合わせてドル円も動いてしまう。でここはですねあの事前にズバリこうだっていう予想を言える段階じゃなくて、はい、FRB 自身がデータ次第だって言ってるのは、はい、FRB も市場関係者もこっちがトレンドだって決め打ちできないって話なんですよ。彼ら自身もかなり修正してきてますものね、はいはい、今年内 1% 利下げがあるのではないかというふうに市場の方は期待をしているようですが年内3回って9、10、11、12、あと4ヶ月で FOMC 3回しかないのにそんなにやるのかなっていう疑問もあったりしますよね。だからマーケットっていうのは、はい、これ8月の暴落直後だと、はい0.5% 2回に 0.25% 1回ぐらいとかっていう織り込みをした時期もありますよね、はい、
でそれがだんだん落ち着いてきてる。緊急利下げまで、ね、言ってました。だからこういうふうに揺れ動くんですよね、うん、で揺れ動くとドル円も揺れ動く下地がある、はい、でも今までとちょっと違うのは今回は金利がどうやら本当に下がっていくんじゃないかっていうこのベースシナリオがあった上での相場なだれがあって、はい、ポジションが浮き足立ってっていうことなので、はいはい、もう一回金利差があるんだったら、はい、エンキャリートレードだっていう気持ちで入れるかっていうとなかなか投機筋難しいんですね、はい、22年から23年下がった時は、はい、早い段階でやっぱりアメリカ経済なんか全然悪くならないし、うん、利上げはまだまだ行きそうだって話になった、はい、そうすると最初はダメージ受けた人たちがこわごわだったんだけど、はい、徐々に戻ってきてあるところからやっぱりエンキャリーって言ってドーンと行きましたよね、はい、だけど今回の場合はこの金利がまた上がるっていうことについて確信はない。どちらかというと下がるんじゃないかっていう。そうですね、はい、で金利差があるからエンキャリーは止まらないみたいな言い方する人いますけども、はい、金利差はおまけみたいなもんなんです。おまけなんですね。つまりもともとは円安になる、はい、その円安になる通貨がエンキャリー、まあ、キャリーの分だけ金利の魅力がある、はい、これの後押しもあるからいいよねって言ってやってるものなんですよ。基本的に円安になるキャピタルゲインを取りに行くつもりでスワップ収入もあるねっておまけなんですね、うん、そうだからあ日々入ってくる金利は、はい、日米で 5% 金利開いてもビビたるもんですよ、はい、短期金利で見ると、はい、だけれども1日で 1% とか 2% ドル円動かれたら吹き飛んじゃいますよね。確かにそうですね。ましてやそれレバレッジかけて10倍でやってますとか言ったらもう一気に吹き飛びますよね、はい、ですからあくまで金利差があって、はい、これが拡大していくプロセスで、はい、ドル高円安が続く。そしたらそこを主眼に入って金利差のメリットもあるからねっていう話なんです、はい、ですからこれ逆になった時に、はい、ドル安円高になった、はい、それでも金利差あるから私は円キャリー続けますっていうのはこれね並大抵のことじゃなくて無理なんです。そうですね。今一番重要視しているアメリカの指標というかここを見ているっていうのは田中さん何でしょうか。いやこれこの場面になってくると、はい、景気全般って話になってくるんですけども、普通はですね金利が動いた時に一番敏感に反応するっていうのは住宅市場だ。はい、であるいはその後の企業投資、はい、これが動き始めたら次景気こうなるよねっていう話なんですけど、はい、今回コロナ禍の中でこれが先に落ちて、はい、でその辺が持ち直して、はい、で持ち直したけど上がりきれないぐらいのところにまで来てる、はい、でこれがね最初の敏感なシグナルとしてもう使えないんですね。そうなんですね。でその中で最近個人消費が弱いんじゃないか、はい、クレジットカードの延滞率が高まっていろいろ言われますよね、はい、で個人消費って普通多少景気が揺らいだぐらいではみんな消費行動を変えないのであんまり変わらないんですよ、はい、だから緩やかにしか変わらない、うん、これが緩やかに陰ってきている、はい、それからサービス業、はい、これも GDP でいうと9割近く占めている、はい、でこれもじわじわ陰ってきて景気分岐点割れるか割れないかとかこうやってきてますよね、はい、だから負担あんまり変化はしないけれどもその変化しない底がなんかじわっときている、はい、でこの辺が悪くなるってことは雇用もやっぱりじわっと悪くなってるっていう、はい、経済の大きなところ普段だったらどんどん変化するところじゃなくて、はい、じわじわっとくるところが今ぐーっと重さがこう増してきてるので、はい、そこを見ていくっていうのがやっぱり今筋。はい、アメリカの個人消費ですとかあるいはもう労働市場の変化このあたりをちょっと重要視して金利がどう動くのかというのがドル円相場の今後にとってとても重要だという話なんですが、ラクマチチャンネルの、まあ、為替の動画のこのコメント欄に皆さんからいただいたコメントに為替は予測できるはずがないというようなコメントが、まあ、いただいたりしているわけですが、今の話聞くと予想そんな難しくはないですね。予想というよりもですね、はい、これをシグナルにして動くっていう指針がはっきりしているので、はい、それに沿って対応するということなんですよね、はい、米金利に沿って動いている。だったら米金利がいくらになるんだったらドル円っていくらになってるよねっていうのが予想として出されている、はい、だけれども現実にはコロナ禍以降これが全く外れてしまってアメリカ金利下がるって言ったらいや上がるじゃない、下がるって言ったらまた上がるじゃないって言ったら金利の予想が難しいんですね、ただこれもね普通の景気サイクルだったらそんなに
一旦下がってきたものは、はい、やっぱりそのまま下がっていくっていうケースが多いので、はい、まあ、それはそれで妥当するんだけども、コロナ禍の特殊の事情の下ではできなかった、異常事態だったってことですかね。そうだから、はい、あのサイクルの転換、景気が悪化するしないっていうのを見ながら、はい、ああコロナ禍の後ってこんなことがあるんだっていうことを FRB も市場の専門家もその都度確認するっていう展開になってきたっていうことなんですね、はいはい、ですからこれ逆に言うとですね、2023年の終わりから20年始めかけてマーケットは6回利下げって織り込んでるっていう時に、いやアメリカ利下げないからドル円強いままだよっていう予想を出したそういう専門家がいたとすると、はい、私は結果的に4月5月ってその人の予想当たったじゃないかっていうふうに見えるかもしれないけども、はい、マクロ分析ちゃんとやってるのかなってやっぱり思うんですよマクロ的には悪くなるっていう方向なのになぜ上がるって予想が出せるかは不思議ですもんね。そうだからよっぽど洞察力が鋭い人なのかっていう話になってくるわけですけれども、はいはい、そういう場合には私過去に遡ってこの人どんな予想したんだろう、一般的なエコノミストと違う分析モデルを持ってるんだろうかっていうことを辿っていくんですけれども、ほぼそういう人はいないです。でもう一つですね、マーケットの人たちが為替は予測できないっていうふうに言い切ってしまう人たちが多いんですね。私から問いたいのはですね、じゃあ株は予測できますか、債券金利は予測できますかっていう話なんですけど、これ実は大元辿っていくと理屈は同じで、はい、効率市場仮説といって、はい、マーケットっていうのはある程度情報はきっちりと織り込んでる、うん、公表されてる情報はみんな分かってる、はい、それが分かった上でこの価格が形成されてるので、はい、新たに価格が動く部分はまだ大方の人が知らない新しい情報、はい、ニュースだけなんだ、はい、と誰も知りようがないから抜けかけ的に儲けることもできないし、将来の予測もこれから入ってくる情報で動くってことになると分からないでしょ。ああ確かに。これがあのピュアな経済理論で出てくる効率市場仮説で予測なんかできないよって話で、これは為替であれ株であれ金利であれ同じことなんです。同じですね、はい、うん、なんですけれども現実にはどうかっていう問題を考えていく必要があるんですね。金利に沿ってドル円が動いてますっていう時に、はい、アメリカの金利ありがたいことに FRB というのは政策金利を動かす時に我々こういう考え方だからこういうふうにやってます、2年後3年後こういうふうに誘導するためにやってるんですって言いますよね。経済金利見通しドットチャートとか出てきますね、うん、そうすると人がやってることで、はい、彼らがそういう透明性を持って一貫性を持ってやってくれてるっていうことで、はい、政策金利って動き出すとある程度持続力を持って動いてくるんですね。ということは金利上がっていくよねって判断できますよね、はい、そうですね、はい、ですからそれに沿ってドル円のポジションも考えていけばいい、はい、FRB が間違えたら FRB も間違えて市場も間違えるんだからその時に調整すればいい、はい、それしょうがないですね、うん、だからそれだけの話なんですね、はい、でその中でなんで為替ばっかりが言われるかっていうと、はい、為替の分析って応用問題なんです。応用問題、うん、あの株とかですね金利っていうとだいたい自分の国の景気とか見てれば、あるいはその国の景気見てれば判断できるじゃないですか、はい、うん、はい、景気がいいんだから株強いよね、はいはい、金利上がっていくよね、はい、ところが為替って内外格差ですよね、はい、内外格差になるとなんか大方の人たちっていちいち見ないですよね、はい、為替はよく分かんない、なんでって内外格差で自分の国の事情こうなのに相手の国の事情で動いたときに、はい、何それ確かに、でしかも何でそれって言ってるような状況になると、はい、さっきのように金利で9割説明できるものを構造問題とかいろんなことを言い出す人が出てきてしまって、で結果的にこんなに急に円高になったのに日本って国力増したの、日本の国際収支の需給変わったの、変わってないから今まで言ってた議論一体どこに行っちゃったのってなりますよね。だからそういうふうに理屈が分かればそれに沿って行動することはできる、だけれども半年後1年後の予想がどうだズバリいくらになってますよっていうようなことは、はい、それはどれに関して言えば金利がどうなってるっていうことの結果なので、はい、金利から入っていってそれに合わせて自分の行動を変えるっていう意味での行動予測としては対応できるっていうことなんですよね。はい、ありがとうございました。前編では為替を読み解くロジックということでアメリカの金利とっても重要だよというお話伺いました、田中さんどうもありがとうございました。ありがとうございます。後編ではまたこの我々個人投資家がどのような情報を取得していくべきなのか、その見極め方などについて伺っていきたいと思います。
日本株というのはアメリカ株とドル円で説明ができてしまう。業績相場でアメリカの株高い、はい、しかもアメリカの金利上がっていくから円安になる、はい、大手を振って日本株投資できる分かりやすい場面、出し手によって相当性質が違うっていうこと、日本の証券会社は株高円安以外言わないっていうところが、逆のことを気骨を持って言おうとしたような人たちっていうのは移動が出るんですよ。黙って投資をすればいいっていうのは一つ一理あるんです。これで老後のこういう生活ができるんじゃないか、いきなり3分の1吹き飛んじゃったと、自分の人生何だったかって思うかもしれませんね。